皆さんの質問はむしろその書くことよりも発想することにもっと、いいんじゃないかという問い合わせがたくさん来てました。それでこの本を書こうと思います。ですからこの本は提案力を磨くということがテーマで、提案しようと思ったらやっぱり身なりとか服装だとか態度、これすごく大事なのね。でそのことしないで、まあ、変な格好してお客さんの前でいいこと提案したいというのもほとんどいるんですね。皆さんやっぱり今活躍なさっている方膨大な情報を得られているということで、私はここに情報を入れたらここから引っ張らせるようにして、出せたらもう一回整理してこのやり取りをしっかりすることによって協力が高まると思っています。